はい、勝手に仕上がれ、ヘイブラザーの第4話ですけども、今回のストーリーはね、あの中村徹さんの方が、殺人事件の容疑者になってしまうというところから物語がスタートするんですよね。まあ、それで、まあ、いろんなドタバタあったんですけども、結局はあのお父さんが出てきてね、それから柴田恭兵さんとともに、まあ、弟の無実を信じようじゃないかということで、まあ、いろいろと手を打とうとするところにちょっと家族の絆みたいなのを感じさせるんですよね。まあ、でもオチとしては中村徹さんはもう最初からね、その容疑者としての要件は全然なかったわけなんですよね。まあ、要するに早とちりしてそうなっちゃったってところがあったんですけども、まあ、そのオチもね、なんとも漫画チックだなというところがあります。で、今回も前編を通じて、まあ、当時の1989年とか1990年代、あのあたりのね、時代背景をよく示していて、まあ、例えばね、ギャングたちもちょっとねユーモラスなわけなんですよ。で、女の人が着てる服も、まあ、なんていうの、ワンレンボディコンじゃないですけどね、あ、これ時代だなと思わせるものがあったりとか、街をこうね行き交う車たちも当たり前なんですけども、当時の車がいっぱい並んでいてね、なんかちょっとこう、私なんてのはね、10代の頃すごく思い出すような、これから自分が20歳を超えてね、社会に向かっていくんだなっていう時に、こういう風な楽しい男たちになってみたいなという風に感じさせる、そんなドラマだったかなと思います。今回のね、第4話は本当に勝手に仕上がれ、ヘイブラザーのこのストーリーをね、形作ったかなと思えるような、まあ、そんな感じで 1,2,3話をまとめて、これからのね、物語をものすごく分かりやすくしてくれた話だったんじゃないかなと思います。それぞれの俳優女優さんたちの立ち位置も決まって、これからこのメンバーで最後までやっていくんだなって感じさせましたね。で、多分ね、今見るとストーリーは結構面白くないんですよ。面白くないんですけども、ただ懐かしさで見ているかなっていうのと、やっぱりね、憧れの職業弁護士ってものがすごく身近になった、まあ、そんなね、そんなストーリーだったかなと思います。と同時に、この中丸徹さんとそれからお兄ちゃんの柴田恭兵さんね、この2人っていうのは今でいう自由人、ニートみたいな暮らししてるんですよ。一応弁護士の家に生まれた兄弟ってことなんですけども、別にね、司法試験目指してるようには見えないですし、これから就職先を探そうとしてるにも見えないですしね、なんかこう型にはまったサラリーマン社会に対して、これから始まる自由な生き方っていうのをなんか世の中に打ち出した、そんな物語だったんじゃないかなと思いますよね。1989年の作品だったというふうに記憶しております。それではまた勝手に仕上がれ、ヘイブラザー第5話でお会いしましょう。ありがとうございました。